日本中の皆さんね、どうも歌川しくです。今日ね、ちょっと石丸先輩に、ね、遊びに来ました。で、石丸先輩、彼女ができて紹介してくれるってことなんで、前から紹介しろっつっても嫌がってるんですよね。まあまあ、でもね、彼女ぐらい紹介しろって話で、もうすぐ降りてくるわ。遅いな。ようやく来てくれたよ。どうしたんですか、高井さん。今日じゃなくて、彼女紹介してくれってくるから、会わせてよ。もうそろそろおるんでしょ。いや、それは無理やな。なんでや。いや、高井さん会わせたらなんかむちゃくちゃしそうやけん。いやいや、俺はもう女何人もいるから、別に飢えてないから。はい、ということで、はい、今さん、今隣に彼女さん来てくれましたけど、やっぱ画面映りたくないんやって。いや、でも結構人見知りなんだね、喋んないから。うん、俺見てビビってるから。高井さんまだ喋ってない。うん、あんま喋ってくんないな。まあ、もういいんじゃないん、今日は。いやいやいや、じゃあちょっと皆さん、もうそろそろ石丸さん、彼女をちょっと紹介しましょう。ということでね、今回石丸さんの彼女ちょっと恥ずかしがり屋さんということで、まあちょっと暗くしてますけども。緊張しとる？ちょっと緊張しとんやって。ビビっとるの俺に。お名前は？は、のりこです。のりこさん。ああ、ちょっとなんか服乱れてるけど。ああ、いえ、高井さんも今何時だと思ったんですか。もう1時過ぎてますよ。あのはな、いや、俺いきなり人の家に乗り込むから。結構綺麗な方ですね。うん、綺麗よ。かわいいですね、彼女さん。かわいいやろ。うん、いい感じですよ。俺もまさかこの子がゲットできるとは思わんかったわ。なあ、なんかもう人生で初めてかな、ここまでのランクの子。でさ、うち今釣りガールとガサガサガール募集してたからさ、入ってもらおう、のりこ。いや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 、いやよ。いやいや、のりこさん、でも入る気まんまみたいな表情して。それで、そうか、そうよ、この子は綺麗やろ。かわいいな。うん、美人さんだな。ま、あれで、じゃあ俺の彼女と一緒に今度さ、あれやろうよ、焼肉パーティーと。俺も彼女おるから。あ、そうか、高井さんも彼女できたって言うよ。おるよ、俺3人おるよ。3人おるからは、彼女を連れてくるわ、俺も。あ、本当に。じゃあ、のりこと2対2で。うん、そうそう。たまに交換とかしようよ。それはいかんって。いや、俺も、でもあなたとそういう関係がある女性とは俺もしたくない。兄弟になりたくないから、変な。ああ、嫌じゃない。そうですね、なんか嫌じゃない。お互い様やね。知らん人ならいいけど、うん、知っとる人の彼女ってちょっと嫌じゃん。ああ、綺麗だわ、のりこさんね。ちょっと、高井さん。何？くどかんといてよ。俺ちょっとタイプじゃないんだよな。いや、え、本当に？うん、もうちょっと、あの、失礼だけど、うん、ちょっと顔がきつい感じして、うん、もっと俺、優しい目をした人が。いや、そうやってちょっと俺を油断させて、お金の力で、ちょっとくどこうとしたんじゃない、うん、いや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 、そんなことないよ。本当に興味ないよ、ほんと。ちょっと顔アップしてみるわ、のりこさん。うわ、動かへんな、この人。うん、でも眠たいんやって。もう眠たい、うん、もう寝たんやって。もう撮影も3分って言ったのに。いや、延長延長よ、うちは。うん、さん、はい、のりこさんね、あの時代劇の役者みたいな髪向きなんだけど。だちょっと美容院行った方がいいんじゃない、この人。いや、いいんよ。なんか他のね、うん、変にあの髪型とかね、うん、あのそうやって整えたりしよったら他の男が寄ってきたい関係。あ、ほんと。このぐらいがいい。ちょっと足、ああ、こんな感じなんだ。ちょっとちょっと何をしてるんや。いやいやいや、ちょっと足、いい筋肉質の足しとるなと思って。やめてよ。まあ確かに、まあ確かにこれはもう彼女の離れられへんわな。そうよ、露出の多い彼女だな。結構夜の方も下がんないじゃない、石丸さん。いやいや、ちょっと俺も体力ないけど、ただ一つ言えることは、うん、なんか俺大きくなった感じがする。どういうこと？なんか今まで撮影とかでも、うん、こういう体勢だったのが、うん、彼女ができた途端、うん、ちょっとなんかこう自信が出てきた。そう、な、高橋さんの彼女。あ、結構うちの子もっと可愛いで、負けんで。いやいやいや、そんなことない。絶対のりこの方が可愛い。ほんと、うん、のりこの手見せてよ。あ、結構いい。ちょっと何やってるや、握手してんだよ。ちょ、やめてや。ちょっと嫌がっとる、嫌がっとる、もう。ちょっと手動かして。何してるの、もう。
ちょっとやめて。ありがとう。やめてもう。やめてやめて。動かへんこの子。いやもう多分ね眠たいんだと思う。ちょっと表情がないな。ちょっともうそんなにねケチつけるのやめてよ。俺の彼女に。わかったわ。石丸さんいいよ。かっこいいイケメンなやで。ああ撮り寄ったんですか。うん撮っとるよ。いやー最高やなもう、うん、もうほんとね釣りで大物釣るよりもね、うん、こっちがいい。やっぱり女やね。あ、うんた、うん、いや彼女石丸さんまた彼女俺連れてきたるわ。じゃあ何人でも10人でも20人でもノリコにちょっと綺麗な子探してくるわ。ほんとに、うん、いや多分ね、僕この子以上な子おらんと思う。本当顔が気に入った。和風美人ではないの、うん、確かに。僕ね、ちょっと、うん、チャラい子ダメなんですよ、うん、やっぱこういうちょっと清楚な感じの子が和風美人だよね。うん、やっぱこう綺麗でしょ、この子。ちょっと嫌がってないゴミがついてるから。まだ曲げてない。これカツラじゃねえのこれ。違う。可愛い顔してるな、のりこの。ちょっと高い。ちょっとさっき言ったじゃないですか。何を。うん。なんで君がなるそんな。